はい、こちら竹内。シードの強盗犯が逃走中？分かった、すぐ。相手は二人。私がエスコートしよう。初めての合同作戦だ。ヴィラン称号、容疑者ブラコ&アンド。二人組のヴィラン。容疑者車両は現在マリクレール通りを北へ逃走中。連絡道でエンジェルリバーから出るつもりだわ。このままだと管轄外に逃げられてしまう。追いつける？問題ない。なんだおめえ、せっかく手に入れた宝石をばらまくなんてよ。さすがは俺の女だ。あんなもんじゃ足りねえってか。ブラコ、ダメだわ。こんなちっちゃいのじゃ私嫌なの。もっともっとデカデカのジュエリー欲しいの。はあ、叶えてやるぜ。お前のためなら何だってやったんぜ。どんな壁も越えて経て飛んでよ、進もうぜ。マスク面がクソが、俺らの邪魔はさせねえ。ブラコ、怖いわ。心配すんな、中に入ってろ。俺のドラティックで巻いてやるぜ。フォックス、このままじゃ死人が出るわ。な、え、ちょっと。半自動運転だ。心配せずに捕まっていたまえ。目標車両を追い越せ。了解。バカかあいつ。引き殺してやる。くたばれ、マスクマン。見逃してくれませんか？ってバーカ！このままおとなしく降伏するわけねえだろうが！抵抗しても無駄だ。夜遊びはここまでにしておけ。寝る時間だ。ブラコ、このキツネ怖いわ。落ち着け、アンナ。お前は隠れてろ。何も心配いらねえ。アンナ、後ろで俺に惚れてろ。おめえ知ってるぞ。永久マスクメンのフォックスだな。わざわざ俺たちのために出動してくれるとはな。ご苦労様様、返り討ちにしてやるわ。抵抗しても無駄だ。お前たちは私に手も足も出ない。蛇だけにな。ヘビ？なになに？てめえそれでうまいこと言ったつもりかよ。このクソキツネ、エキノコックス野郎が、ざけんな。手も足も出ねえ。試してみっか。かかってこいよ、オラ。町に有害な寄生虫がよくしゃべる。夜も遅い。眠らせてやろう。威勢はいいが大丈夫か？震えているぞ。ビビってるわけじゃねえ。これはてめえをぶちのめした後を想像した喜びの武者震いだ。